ウンベロプシス属は、接合菌類に所属するカビの一群である。土壌性のもので、大型の胞子脳を形成する。ウンベロプシスは、毛カビ目、ウンベロプシス科に属する。小柄なカビで、菌脂体はよく発達する菌糸からなる。コロニーが、褐色などに着色するのが特徴の一つ。無性生殖は、気質上から伸びる胞子能柄の上に多胞子の胞子能をつけるが、 単胞子のものもある。優勢生殖は未知。分類上の位置づけは長く混乱した。この名自体は当初は不完全菌として記載され、後に接合菌とみなされるようになった。しかしこれに所属するものの多くはそれ以前に腐れケカビ属のものとして記載されたものである。ただし、同族の多くのものとは異質であることで不死としてまとめられて、あるいはケカビ属に移されたり、 独立の属として、ケカビ科に含められたこともある。現在では、腐れケカビとは、類縁が遠いとみなされ、蒸気のような位置づけで、ケカビめの、これ以外の全てと、姉妹群をなすとされている。菌糸体はよく発達した菌糸からなる。菌糸は多角体で核壁を描く。コロニーの表面に一面に、胞子脳を作るので、コロニーの様子は、ビロード状に見え、またほとんどの種で、 赤活色などに着色する。無症性色は、胞子脳胞子による。胞子脳柄は、最も基部でのみ分子して、そこから伸びる部分では、分子がない。胞子脳柄は、気質上の菌子から生じて、その細胞は短いながらも仮軸上に分子し、それぞれの先からさらに柄を伸ばす。この柄はわずかに先細りに伸び、分子を出さない。胞子脳に続く柄は、 その基部の分子のすぐ上と、時に、胞子脳の少し下方に核壁を持つ。それぞれの柄の上に、胞子脳をつける。胞子脳は、多くのものでは休憩か、それに近いが、一部に細長いものをつける種がある。胞子脳には、ほとんどが、多数の胞子を含むが、単胞子の種も知られる。胞子は、胞子脳の壁が崩れることで放出される。胞子脳には、 柱軸がほとんどないか、ごく小さいものを生じる。観察されている種はなく、全く不明。ほとんどが土壌から観察され、発見は珍しくない。培養する場合も、普通の培地で容易に成長し、よく放子形成する。この属は、分類上の位置づけの変遷が複雑である。最初にこの属は、不完全菌の親族親種。 ウバラプシスバーセフォーミスとして記載された。この時の記載では、このカビは、禁止状の膨張部から細い柄を伸ばし、その先に丸い分生紙をつける、というものであった。しかし1982年に本ンアークスはこれを、接合菌と判断し、ケカビカかあるいは枝ケカビカに、類縁のあるものとの判断を示した。他方で、現在この属に含まれているもののある部分は、元来は、 腐れ毛カビ族とみなされていたものである。腐れ毛カビは、先細りになった柄の先端に、放射能をつけ、多くの場合多数の胞子をその中に形成する。その点で毛カビに似ているが、大きな違いとして柱軸を書く、という特徴がある。それ以外の特徴として、気中禁止を出し、放射能をそこから出すこと、平らに広がり、臨場のパターンを見せる頃に、 まばらにしか形成されない、胞子の小柄、ほとんどが無色であることなどの特徴がある。ところが、この属の一部に、気中菌紙をほとんど出さず、胞子の小柄を、気質上の菌紙から出し、コロニーが、ビロード状を呈して、褐色系に色づくなどの特徴を持つ群があった。また、これらにはごく小さな柱軸を持つものもあった。そこで、これらを、 同族の他の者とは区別することが試みられた。リンナーマンはこれを、ゼクテ、イザベリーナという節として分けた。が、さらにギャムズはこれらをア族として、マイケロモッカーの名を与え、これらがむしろケカビカに近い感があって、どちらに属させるべきか判断しかねるとの見解を出した。これに対して、フォン・アークスは1982年にこの軍を、ケカビカに含め、 そこでマイケロモッカーを族に昇格させるとともに、その一部をウバラプシスに移した。これは、法子の柄の分子の様式によって、この二族を区別すべきと判断したものだが、アップはこれを検討。彼はこの族に新たな種を追加するとともに4年前に自分が腐れ毛カビ族の新種として記載したものをこの族に移動してみせた。それ以降も何種かがこの族の新種として記載されている。 上記のように、これに含まれる種の多くは、腐れケカビ属のもとに記載された。この属は、ケカビと同じ大きい方子脳を持つが、柱軸を持たない点で大きく異なる。これ以外の大きい方子脳を形成する接合菌では、柱軸があるのが普通であるから、この点で、やや縁が遠いとの判断があった。これは、この属のもので知られている。 有性生殖の構造が接合法指導ではあるが、ケカビ類とはかなり異なる特徴を持つことからも判断されたところでもある。そういった中で、この属の中のでよりケカビに近い姿と考えられたのがこの群である。マイケロモッカーという名は当然ケカビ属ウコーを意識しているし、ケカビ化に含めた扱いは、ケカビ化のものがたまたま、腐れケカビに似た形になったという判断とみられる。 しかし、腐れ毛カビを毛カビ目から外す判断はなかったから、まとめると毛カビも腐れ毛カビも毛カビ目の範疇であるが、買うことにしており、ウンベロプシスはそのどちらかに近いか、あるいは中間的なものか、といったところであったはずである。この線に沿っての生、科学的な検討もなされた。ところが、分子系統の情報が集約されると、これが完全に覆ることになった。 まず、腐れケカビ類が、ケカビ目の外に出た。これは新たに腐れケカビ目として独立することになる。それに対してウンベロプシスはケカビ目に残った。しかし、その位置は、ケカビ属の近くではなく、非常に多様な構造や生態を持ち、それまでいくつものトガに分類されていたものを含めた、ケカビ目のものべてに対して、この属が姉妹群の位置にあったのである。そのため、 これを、ウンベロプシスカとして独立させることとなった。このトガには他に属はない。2010年時点でこの属に記載されている種は13種、ある。日本では、椿他にはユーランマニアナのみが掲載されているが、もう一種についても言及がある。他には田辺トルが2種を、杉山井トルが1新種を記録している。代表的なものを挙げる。ありがとうございます。